感染が拡大する中、日夜府民の命を守るためご奮闘いただいております医療関係者の皆様、そして感染予防のあらゆる取り組みにご協力いただいております府民の皆様、事業者の皆様に対しまして心から感謝を申し上げます。皆様のご協力によりまん延防止等重点措置の効果が一定現れておりますが、感染拡大は続いております。また近隣府県の感染拡大の影響もあり、このままの感染状況が続けば医療提供体制の逼迫を招き、救える命も救えなくなるとの危機感を持っております。ゴールデンウィークを迎えるにあたり、短期間に集中して強い措置を講じることで感染の連鎖を断ち切る必要があると判断し、緊急事態措置を講じることとしました。府民の皆様、事業者の皆様には大変なご負担をおかけすることになりますが、5月11日までに感染の波を抑え、一日も早く日常を取り戻すためには皆様のお力が必要です。何卒ご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。